最初に言っておきますが、今日の情報の精度は、ちょっと低いです。私が個人的になんとなく感じていることを、ちょっと述べるっていう回ですと。で、何かっていうと、ブロックチェーンの波がですね、なんかこう来てるような、そんな、風に感じるような出来事がちょいくつかあったんで、ちょっと紹介をしてみようというふうに思ってますと。一つは、私がよく参考にさせてもらってる投資系の、チャンネルがあるんですけれど、そこでブロックチェーン、ビットコインが、なんかすごい今買い場だよみたいな話を、ひたすらされている方がいて、そうなんだぐらいしか思ってなかったんですけど、ブロックチェーン、ビットコインは、数年前ですね、めちゃくちゃ高騰して、で、大暴落したけど、去年あたり、一回ちょっとなんか盛り返したみたいな状況でしたと。で、それがまた2021年あたりに、なんか、すごい高まるんじゃないかっていうようなことを言われていたと。で、投資関係の方がまずそういうふうにおっしゃってたと。はいはいはい。っていう感じでしたと。で、もう一つは、私は結構スタートアップ界隈の話が好きでして、で、レイヤー X っていう会社がありますと。で、これ何かっていうと、グノシーの創業者の方が、グノシー辞めて、立ち上げた会社になりますと。で、この方すごいもう賢くて、ミトクリエイターとかにもなっている方ですと。で、この方がもうブロックチェーン×金融っていう事業に今もう全振りしてるっていうのも前から知ってて、で、そうなんだぐらいに思ってましたと。っていうのがありましたと。で、もう一個は、最近勉強会なんか面白そうなのないかなっていうふうに思って探していると、Web3 財団と学ぶなんかブロックチェーンの講座みたいなものがあって、で、これ何かっていうと、東大だけで開いている東大の学生向けの勉強会でしたと。で、Web3.0 と呼ばれる、社会的なムーブメントが起きてるよと。で、それに関するなんか、講座ですみたいなものをやってたと。このあたりからほうほうほうっていうふうなちょっと気になってくるようなことがありましたと。で、今週だと、あれですね、日経で出たデジタル通貨を、発行するような研究をね、やっていくよみたいな、Facebook のリブラとかにね、対抗していこうみたいな記事が出ましたと。で、これでほうほうほうっていう、ちょっとなんかいろいろ動いてんだなっていう気持ちがどんどんまた高まってきましたと。で、Web3.0 っていう言葉は、Web2.0 の時も結構バズワードというか、なんて言うんだろうな。バズらせるために作った造語みたいなところがあるんで、半信半疑ではいるんですけど、要約すると、今までは大企業がいろんな個人情報を管理してたけど、それをもうやめて、自分の個人情報は自分で管理するような、そんな時代が来るよみたいな話だと思ってますと。で、これがフロントエンドに関係あるかどうかって、全然わかんないんですけれど、なんか調べてると、Web3JS なるものがあって、これは、イーサリアムが提供しているやつで、イーサリアムの JavaScript API を、簡単に使えるようにしてくれている、ライブラリーみたいですと。で、これを使っている方の記事とか、
見てみると、イーサリアムを使ってですね、独自コインを発行して制御するみたいなことがこのライブラリを使うとできるらしいというような話でしたと。で、私は専門でもないですし、そんなまだ深く調べているわけではないんだけれど、自分の身の回りでビットコイン上がるよという人がいたり、スタートアップ界隈でブロックチェーンに全振りしている、すごい賢い方がいらっしゃったり、なんか謎の勉強会が開かれていたり、日経新聞で、政府もなんかやっていくよみたいな記事が出たりというようなところで、なんかいろいろ世の中動いてるなっていうのを、ちょっと感じたという話ですと。で、この先どうなるかって分かんないですけれど、あるとしたらフロントのエンジニアは、こういったラッパーライブラリを使って、ブロックチェーンとこう付き合っていくみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思ってますけれど、興味あればですね、いろいろ調べてみるのもいいんじゃないかなというお話でしたと。はい、以上です。